はいどうも皆さんこんにちはこんばんはということで今回もですねドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでちょっとね少しまたやってきましたやっぱこう違う職業に就くことによってですねまあいろんな特技も覚えますしということで初めての上位職解禁ということでありがとうございます。バトルマスター来たね来てちょっとでも失敗したんだ。レベルがね今20ちょっとなんだけどガムの方が結構早く上がっちゃって、なんでかっていうと、まあ、過去の、なんだっけ、ダーマのところだと20までぐらいしか上がらんのかな？なんか、そんな感じで。気がついたらですね、ガボシがレベル、なんですか、これ、ハホシが、なかなか上がらなくてですね、マリベルが全然上がらなかったという、マリベルが一番最初に21になっちゃったんで、まあ、多分これ、まあまあいいや。ということで、見てください。こちら、バトルマスターの服ね。ちょっと、これ変わるのいいよね。これなんだろうね。やっぱこう、なんだろうね。リメイクというか、ちょっとね、こういう見た目が変わるって、こんなにテンション上がんのかななんて思いましたが。まあ、ということで、上位職。バトルマスター解禁ということで、まあ、早速行きましょう。で、なんだっけ？どこ行ったらいいんだっけ？ちょっと、まずは、メザレか。オッケー。メザレ行こう。これ、こっから無理だよね。いけないよね。いけませんよね。密かに俺がずっとソードに行ってたけど、ここから行けたとかいうことないよね。ないね、オッケーね。じゃあ、わかんない。じゃあ、万が一あったよ、危ない危ない。ここら辺から行ける、ないね。それはないね。ないね。ちょっとね、動画外でですね、過去のダーマでちょこちょこ遊んでおりましたということで。強いね。まあ、装備、あ、待った。まあ、いいや。呪文で。まずは、メザレ行って、メザレに行ってからですね、ちょっと装備でも整えようかね。装備でもさあ武器屋ないのか。なんだっけ、どこ行けてたっけ。ニコラ御前様っていうのはすごい方だったらしいよ。なんでも彼の御前様は伝説の英雄とともに魔王と戦った騎士様だったって話だからね。それはすごいわ。なんだっけ、酒場行けっつってたっけ。あ始まった。ニコラよ、未だに英雄が目覚めないのはこの世が平和だからじゃねえのか。違う、そうじゃない。違う神が英雄を生きたのは魔王に支配されるかもしれない後の世を案じてのこと。神が後の世に生きる僕らのために英雄という希望を残してくださったんだ。ならば本当の平和は英雄を復活させて初めて訪れるとは思わないか。詩人だね。俺はそうは思わないでって。何一つ争いなどない平和で、世界は平和そのものだろ。お前の言葉を信じるやつはこの村には一人も。これなんでこれメザレって復活したんだっけ。たとえ魔法の絨毯をもらったって俺は英雄探しなんてごめんだね。これ何だったっけ。これでどっか行けんのか。ニコラてんてんてん、論破してやんなよ。かわいそうじゃねえかよ。ロマンとかあるんだよ男には。何なんだお前は。なんでレコ御前様の昔話でござるのかさっぱりわからねえな。今大昔と違って平和そのものだって。お前が普通の人間だからだ。普通の お父さんとお母さんから生まれた凡人だからだバカ。じゃああいつにはな、なんか受け継がれる意志的なものがあるんだよ。ちょっと待った。あ、いや、こっちか。はい。おい。なんかさ、どっか隠し階段みたいなのがあったよね。なんかどっかに隠し階段みたいのがあっ、違うか。なんかどっかに。はい、ちょっと待って。ずいぶん古めかしい村ねって、私が住むにはふさふさしくないわ。静かでいい村だな。待った、同じか。魔女っ子マリベル。これね、3DS バージョンじゃない、見れないもん。だって、ヒーローズでもこんな格好しないんでしょ。だって。しないよね。ほいっと。うるさいな、もう今栄養復活させること頭がいっぱいだってのに。いや、その格好はもしあなた方の伝説、あなた冒険者なのでは。はい、その通りです。バトルマスターやってます。おお、やはり。皆さんは経験豊富なだけ冒険者と見込んで一つ頼みがあります。まずは僕の後についてきてください。OK。どこに行くんだ。あのなんか召使いみたいな、あの女がなんかちょっとキーパーソンだったような気がするけど、まあ、行こう。皆さんこっちです。急いでついてきてください。いいね、バトルマスターかっこよくない、あれ。でよくなんかちょっと見てると、あの額当てがちょっと若干ね、ナルト的な違う、なんかあったよね。ナルトってあんな感じじゃなかったっけ。ね、このハンマークついてなかったっけ。あー、待った、そこにあるのか。さあ、どこかに罠で幽閉されるって可能性もあるからね。さあ来た、ここ
わざわざ来てもらったのは他ではありません。封印された英雄のことです。皆さんも冒険者なら神に封印された英雄の話ぐらいは耳にしたことがありますよね。確かに神は魔王に神は魔王に敗北する直前に自らの手で最強の英雄を封印しました。自分が敗北した後、魔王に対抗できるのはその英雄ただ一人になるからです。滅びぐ神によって未来を託されたその英雄は復活の時を待ってるはず。こんな平和な時代に英雄なんて必要ないだろうと、そのように言う人もいます。だけど僕は神の兵の子孫としてどうしても英雄を復活させたいんです。そこでお願いです。これに乗って英雄を探し出し、そして復活させてください。この魔法の絨毯があればどんなところだって行けるはず。どうか魔法の絨毯を役立てて復活させた英雄を封印された英雄と復活しとるじゃないか。封印された英雄を復活させてください。分かった、任せろ、俺に任せろ。ありがとうございます。では魔法の絨毯を差し上げます。おやめください、ニコラさん。なんだすげえ顔、モブ顔っていうの、モブ顔。ご先祖様、大事な遺産をどうして大切な他人に譲ってしまわれるのですか。口出しをしないでくれ。彼らは勇敢な冒険者だ。きっと英雄を復活させてくれる。いかません、ニコラ様。どうせまた同じ結果になるのは目に見えています。お前は黙っててくれ。僕は彼らにかけてみたい。何だったんだろう、勇者面してんのか俺。皆さん、これが魔法の絨毯です。どうぞお受け取りください。お、すげえ、ちゃんとある。なんと王さんは魔法の絨毯を手に入れた。いや、なるほど。ではよろしく頼みます。必ずや封印された英雄を復活させてください。あ、今日はね、舌が回るわ。舌が回る。今日はちょっと調子がいいね。舌が回りますよ。待って。OK。でもこれあれなんだよね。さあ、小さなメダル見つけ、そろそろ小さなメダル換金場を。ちょっとどこかないんでしょうか。OK。なんだ。命の石ってあれだっけ？持ってたら死んだ時に復活するとかそんなんじゃなかったっけ？なんでこの3つ目だけが。OK。なんで3つ目だけが。空箱なんだろうか。何も見つからない、何も見つからない。あった、あった、ホイミスライムの心。ホイミスライムになる必要性ってあんのかな。まああるかもしれないか。空っぽだ、ところどころ空っぽなんだが。 OK、 薬草壊さなくても中覗くだけでよくね。ちょっと1年半年以上ドラクエやってきた結果、中覗くでよくね。あ、待った、どこにある。なんかこれさ、落ちるさ、なんかなかったっけ、なんかあったよね。俺さ、何と勘違いしてんだろう。あの紫色のさ、鉄、あの紫色のさ、なんか変なさ、なんか時計台みたいなあったじゃん。あれなんだっけ。今教会として使ってるこの建物、本当はニコラの家の宝物庫なんじゃ。じゃが村のみんなのため建物の位置を隠しておるんじゃ。なるほどね。あ、裏もあるのね、あっちか。なんだっけな、あれ A7 じゃなかったっけ。あれなんか6かな、なんかと勘違いしてんのかな。これ紫色の時計台のやつ、あのまがまがしいやつ、タイムトラベラー的なボスが出てくる。あれ違うのかな。まだ魔法の銃剣を使ってないんですか。僕なんかに跳ねかけの暇があったら早く戻すのに。また乗ってみてくれ。一回乗ってから戻ってこい的な感じなんかな。ほいっと、俺に乗って一回使うんだな多分。魔法の銃弾使う。銃弾によっても飛ぶことはできなかった。かわいそすぎやんしねか。ま、乗れると思って。あ、キームカツカネ、私たちは騙されたのよってニコラにコケにされたのよ。一言ニコラに文句言ってやらなきゃ気が進まないわ。さっさとニコラのところ行くわよ。なるほど、行こう。一回使わなきゃダメなんだな。ちょっと待ってくれ、回復したい。この後多分過去だろう。過去行くよね、65の。過去も行くけど、ちょっと装備どうしようかな。こっちじゃなくてあっちで買うか。これさ、セブンって金策って何回、なんでどうやって金策したっけな、忘れちったんだけど。これどうやってやってたっけな。まあいいや。モニターは何も答えてはくれない。答えてはくれない。さあ来た。どうですか皆さん、魔法の絨毯乗って空を飛ぶことができましたか。いいえ、飛びませんでした。だから、あなた方もこれを持って行っても無駄ですね。これを持っていても無駄ですね。魔法の絨毯も返してもらいますよ。最初に言っておきますかね。偽物を渡して皆さんを騙そうとはありません。あなたがこれに乗って飛べなかったとしても、断じてこの絨毯は本物なんだ。なるほどね。お前だろ。
お前だな。あれが、うん、あれが疑わしい、うん、あれが疑わしいのはいくら2部ニコ様でもお気づきのはず。どうして亡くなったニコロ様の血を私なのにあのような命令を…てんてんてん。なんだなんだ、またどっか行くの。え、またどこ行った。また追いかけんのかこれ。どこだ、さっきのとこどこだったっけ。あ、イベント始まるのか。お待ちください皆様、どうかニコル様を悪く思わないで。あの方を騙そうとして、あの絨毯、あ、まあ、あの魔法の絨毯を私に渡したわけではないのです。絨毯を渡されたほとんどの冒険者ニコル様を嘘つきと罵りました。もういい加減にニコル様を永遠のことなど諦めてくれればいいのに。またいつものように宝物庫でうちうち悩んでいるのかしら。私が言っても怒るだけだし。そうだ皆さん、ニコラ様の様子を見てきてください。見てきて私に伝えてくれませんか。なんだかいつもより落ち込んでるみたいです。なんか裏があるんですよ皆さん。知ってるって言います。じゃあ行こう。あ、ここに隠れてんのか。すげえギリギリ隠されてるすげえバランスで隠れましょう。こっちはニヤにもないんだね。オッケーね。石板は多分もうないんだね、こっちの世界には。多分今のところはどこだ、上か。うじうじしてる、うじうじして。どうしたろう、みんな、なんでみんな絨毯を偽物呼ばわりするんだ。かといって僕はこれに乗って栄養探しに行くわけにもいかないし。でも自分の足で行けばいや、もう父さんはいない、もう僕は引き止める者はここにはいないんだ。でもやっぱりダメだ。死んだ父さんと交わして約束を破ることはできない。何を約束したんだ。村を離れるなか、破れないと分かっていて約束されるなんてずるいよ。話しかけていいのかな。何ですか、もうあなた方に僕、この僕に何の用もないはずでしょうって。ただ一つ言っておきますが、騙そうなんて気持ちはこれっぽっちもなかった。多分あなた方が魔法の従者に選ばれなかっただけですよ。俺は悪くない、お前たちが悪いんだってやつかな。なるほどじゃあ確かに、いや違う、あいつもかわいそうなんだ。よし行こう。あのこの世界のなメイドはいろいろあるないろ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 問題がありますねこの世界。よし戻りましょう。そうですか、ニコラ様とお父さんの顔して約束をまだ気にしたのですね。知らせてくれてありがとう。今までニコラ様の元を訪れた人とは違って皆さんはお優しいのね。そんな皆さんになら真実をお話してもいいでしょう。実はニコラ様の持っている魔法の絨毯は偽物で、私本物は私が、お前が なんだって。ニコラ様のお父さんのように命じられ、本物を偽物にすり替えたのですが、良かれと思ってやってきたことがかえってニコラ様も苦しめる結果になって。そうだよね、そりゃそうだね、嘘つきで罵られてんだから。ですからこの際真実を話してニコラ様に栄養探しを諦めてもらおうと思うんです。だけど魔法の絨毯が胸元にあったニコラ様も決心がつかないでしょう。そこで皆さん本物の絨毯をお譲りしたいと思います。ただし人魚の月という、出た人魚の月、何だったっけな、宝を持ってこられたらの話です。子供のニコラ様と本を読んでいたんです。海の底に沈んだ都市があると、なんだっけ、槍持ってるやつ。海に沈んだその都市にはジャグラスじゃなくて、なんか人魚の月と呼ばれる宝石があったそうなんです。皆さんが人魚の月を手にするほど優れた冒険者であると分かれば、それで私が隠していた魔法の絨毯をお譲りしました。なんか偉そうだなこいつ。見せますか。いや持ってないんだ。なんだっけあいつ、なんかいたよね、いたいた、思ってる、槍持ってるやつ、ジャミラスじゃなくて、なんかそんな感じのやつで、これで終わりなのかな。終わりだねこっちはね。さあということで、さあ次なる目、いやー隠し消された。なぜよ、たまにあるよねこれね。ルーラ神殿、さあ次はどこですか。ジャンエピソード早く見たいんだけど、あのエピソード、あの塔のエピソードね、あれ好きだな。あれちょっと 3DS でどんな感じになっているのかをちょっと知りたい。 OK、 もう何もないね。神様聞こえてこない。何があったのか、何もないか、俺らには分からない、とにかく今言うことないしだ。 OK、で次はどこでしょうか。もどこだ、持っている基盤だ、石板だな基盤出るやつだな。じゃあさあどこを、どこだ、でっかいとこか、どっち、こっちか。乗ってない、どこだ、真ん中か、おめやか。オッケー、こっちで、はい来た。
3枚あるいやあるね。オッケー、危ない危ない。オッケー、全部いけ、いける。オッケーで真ん中で、よっしゃ、新たな世界レッツゴー。なんだこれ、ま、なんか左になんか蛇みたいなのあるの、なんだろうあれ。さあ次なんだったっけな。あーどこだこれ、あキメラがいる、なんだ、あーこれあれだ、思い出した。あ待って、あーすげえ、砂漠、いや来た、また敵倒した敵。さあ見せて、見せてみよう。また、なんだこいつ、こいつで上がんのかな。戦う、待って、作戦ガンガン行こうぜ。いいでしょう、行きます、修行の成果を。パンチきた強いね、イオラ覚えたんですよ、強え、めちゃめちゃ強いじゃん。あ、なんか待って、ガボがなんか覚えた、ガボが、え、ボタン押してしまった。強さ、ガボ何になった、ライト級、ほいっと、真空切り、ゾンビ切り、何覚えた、水面を、さ、めちゃめちゃさ覚えんだけどさ、そんな言うほど全部強くねっていうの、あの覚えりゃえっちゅうもんちゃうぞっていうような、そんな言うほど使えるのか。かまいちたちは MP0 で使えるからいいんだね。ドラゴン切り、ゾンビ切り、この中で言うと何だろう、戦いの、あ、戦いの歌とか覚えんだ。戦いの歌なんか使ったことねえよ、星ドラでしか使ったことねえよ。きたー、敵が出るんですね。ここ、ここであれだね、え、魔法使いと僧侶で、あれだっけ、あれ、お、来た、ほらガボ強いでしょガボ、斧、斧を持ってんのに聖剣好きだからちょ、何にもないのか、あ、なんもない、なんか入っていいのかな、え、なんだ、あー、ま、お、なんかいるぞ、なんかいるぞ、なんかいるぞ、なんか、うわー出た、アメコミのヒーローみたいな、これ横にビシュルルって、あの全体攻撃してくれるやつだろ。違う、そうだよね、特技あんまりないんですよ。あー来た、回し蹴り、聖剣好き、オッケー、行こう、イオラ弱ちょっと待って、おイオラ最強かよ、イオラ強え、早く賢者、僧侶と魔法使いで賢者になるのかな。あれなんだったっけ、一回パラディン挟むんだっけ、なんだったっけな、俺なんか知らんけどパラディンがかまいたちを覚えるっていう謎のあれだけ覚えてんだけど、あれなんだろう、こっちになんかさ、違う、なんかさ、なんだこっちか、なんかどっちだ、こっちだったっけ、なんか真ん中に町みたいなのがあったっけ、あったよね、あの城跡から行くんだっけな。ほい、さあ砂漠もこっちだ、正解だ、止まれ何者だって、魔物は、魔物は村には近づけないはず、すると旅人だというのか、はいどちらにせよ今は見知らぬ者をこの村に入れるわけにはいかない、さあ出て行ってくれ。え、あ、ダメなんだ、これでっかい、真ん中にでっかいさ、壺みたいなのあるってこと、あれこっちじゃなかったっけ、これさ、ここなんかさ、なんかあったよね、あ、ここエリアチェンジじゃなかったのかな、あれなんだったっけな、ここわ、出た妖怪ウォッチ、さあ来た、イオラが強いね、いいね、ドン、オッケー、一撃すげえな、一撃で一応倒せんだな、オッケー、青さんやめて、32やめて、青さんちょっとどうしよう、何しようかな、さあ待って、ごめん、いや見てなかった、またボタン押しちゃった、連打、ちょっと待って、ベギラマ的なやつ覚えてたような感じしない、今これでちょっと熟練度上がってんのかな、オッケー、特技峰打ち、これなんだろうね、遠くに放り投げるってだ、強い、もうおい、ちょっと魔法最強説、めちゃめちゃ強いじゃん、めちゃめちゃ強いやないかい。なんかここにイベント的なものがあったのか、ちょっと倒させていいですか、違う、あのマリベルを早く、あの賢者にしたいな、賢者に、ガボ強いでしょ、ガボ強い、ガボめちゃめちゃ、いや来た、強え、さ
砂漠のところであんな魔法、炎の魔法。でもあれはね、ヒャド的なやつ覚えてないよね。なんか違うのかな。先に行くのか。先にここのエピソードやるんだっけ。でも入れないもんね。なんかここさ、はぁ、3DS だとこんなかっちょくなんのか、ここも。めちゃめちゃ雰囲気出てんじゃん。あったね、ここ。あ、いける。まだ行かなくていいのか。あったね。こっちね、下に行くのか、じゃあ。いや、もう全然いいね。3DS だとすげえ雰囲気出てんだけど。超いいじゃん。待って、下に行くのか。どこだ、下でいいのか。ありましたね。こっちか。ここでいいのか。オッケー。青さん、目の前の石碑を調べた。石碑からの文字を読んだ。このように生きとし生けるものは、まずは力強き ものとなれ。力強き者はここで優しき者。そして長く長く生きようて、正しき道を歩めば、長寿の己の知識をもたらす。やがて生きとし生ける者には死が訪れようが、願くは天の神に召されるよう、正しい道を歩め。させるはやがてその魂がこの世に再び命として蘇るであろう。なるほどね。ちゃんとしたことをしていきなさいよってことね、ちゃんとね。こっち。あれ違うのかな？あれどこ行くんだろう、これ。あー、オッケー、思い出した。オッケー、これでオッケー。誰か来たー。 3D になるとお前こんな感じなのか。元だからゴリゴリのマッチョ系だと思ったんだが。あー、魔女っ子マリベル。待って、ここで何をしている。墓を荒らしに来たのではなさそうだなって。見たことない姿。お前たちは旅人か。俺の言うてことは分かるか。はい、この城は墓場だ。女王に見捨てられた砂漠の民の墓。それを汚たらしに来る魔物がいる。懲らしめてやらねばな気が済まん。戦うのかな。邪魔な村ならこの先の城に、城より南東にある。俺の名を言えば入れてくれるだろう。誰だお前。ハディード、ハディート。女王め、一人だけ逃げ出すなどと。なんか敵いらっしゃいませんでしたっけ。お墓を作っているんだよね、ハディードちゃんね、確かね。ここなんかボス戦的なやつあったような、なかったような。あったよね。よし、 OK。 戻るだけかな。すげえ、 3DS すげえ力超入ってんじゃん。気合入ってんじゃん。で、長老だかなんだかにちょろっと会いに行って、これアクバーじゃないよね。なんだっけこれ。エイプバット。オッケー、行こう。つえ。違う。お、マリブ、なんか魔法こんな強かったっけ。ほら、プレステ版の時ってこれ、ここにいる時にってこんな転職的なしてなかった。またマリベル今どれだ。 1,2,3,4,5,6。 よっしゃ、もうちょっとでいける。青さんが全然上がらんのだが、あれ大丈夫かな。青さん、まあいいや、行こう。青さんが全然上がっていかないんだけど、バトルマスター、これで入れてくれんのか。マリベルは走り方があれ疲れない逆に。あ、なんか出てきた、キメラが現れた。 OK、84。つえー、メラミつえー、メラミつえー。あ、メラミつえー、なんか、ね、6かなんかでさ、なんかなかったっけ、あのメラミパーティーが強いみたいな、なんかなかったっけ、あったよね。あれ6だったっけ、ごめん忘れちゃった。なんだっけ、6だよね多分ね。メラミパーティーが強いみたいな、なんかなかったっけ、あったよね。すぐ覚えんだっけ、メラは覚えんだっけ、なんかあったよね。6だね、あれ。おお、なんでそんな出てくるん。15。全体攻撃が早く欲しいんだよな。これさ、なんだっけな、岩石落とし的なやつはなかったっけ。範囲攻撃強いのが早く覚えたいんだ俺。なんだっけ、バトルマスターでいいのかな。
ちょっとやったことない職業を早くやりたいよね。84、また神様とか戦うのかな。ゾンビ入れ覚えた。よし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 。なんか心も手に入れた。なんかの心を手に入れた。なんだなんだ。本意味なんか今心的なやつ。違う？違うか。青さんが2位になったね。オッケー。よし。暑い疲れた青さん。青さんあんた男なんだから私を荷物に持ちなさいよ。荷物なんか持ってんのか。杖かなんかかあまりね。来た。こうしてはおられぬ。待って無茶だ。そんな体で村の外へ出る気か。どこに行くん。めっちゃお腹痛そうやんか。どないしたん。女王様命に代えても、ま、魔物からお救いいたします。どこに行くん。止めたれ。てん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 。むお前たちは何。ハジトという若者にこの村のことを聞いただと。ならばよかろうって。村で休みたいなら族長様にお願いするんだな。来ましたね。ここちまった。先にちょっと。いやここ装備売ってねえのか。何持ってないじゃん。ない。この砂漠をひどいモンスターって城も城さんも魔物になっちまった。俺も足の切る振り傷がなきゃん死んでたか。ナイラに向こうで働かされていただろうな。なるほど、そういうこともあるのか。待って、何も買えないのか。真ん中に、あ、待って、ピコンピコンしてるよね、多分ね、してるよね、覚えております。あ、あれどうやってこの中に入れるんだっけ。おじさん、不思議な光を感じるの。おと、何も言わんでいいって。ホタビの方、わしは力を借りたいのではないか。あ、そういうことね。さあ、ということで、上位色解禁ということで、あと砂漠のエピソード始まりましたね。ちょっと僕的にはね、これも面白かったんですが、早くね、じゃんあの塔のやつ早く見たいんで、ちょっと頑張っていきたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価、そしてね、概要欄の方からサブチャンネルの方も登録を皆さんよろしくお願いします。それで皆さん。